今回は1073話ベガパンクが丸々してしまったことに関する読者の反応集を紹介します。ベガパンクとボニーはクマの記憶の中にでも入っちゃったんだろうか。陳腐な予想だが、やはりあのクマの記憶が関係してるんじゃないかな。ボニーはそれに触れてクマの記憶を追体験することになった。おそらくベガパンクも一緒に言うなればバーチャル世界、現実にある VR 体験のような。ベガパンクとか助ける義理ないしいなくなったんならルフィたちもさっさと島出ろよな。ウィーブルは二重人格だからな、ドラゴンボールのランチみたいなもん。ゼファー先生の時も最初は捕まった。荒巻が腕をもがれるのも時間の問題。熊のあまりの痛みに肉片も残らず弾け飛んだ。とりあえず失踪慣れ入ったんだし、黒ひげサイドとかガークサイドとか進めてほしい。もう荒巻とルッチでワンピ最強嫌われ者決定戦でもすればいいよ。こういう会は面白いんだよな。一味が絡んでくるとダメだわこの漫画。荒巻は非道ぶりを発揮したのか、だとすれば非常に胸厚だな。黒ひげは今のところヘイトが微妙だし、赤犬も常識人になりかけてるから。ここらでこいつら荒巻からカツを入れられるべきだわ。つか、荒巻いいね。強いクソキャラってクロコダイルとエネル以来だし、あとドフラミンゴもか。海軍本部将校だと初よね。荒巻は誰に倒されるんだろうな。個人的には戦争に駆けつけてくれた桃山と錦のリベンジマッチとかだと嬉しいんだけど。サボに燃やされて死ぬ。鷹の目を葬られてゾロが倒す。スフィンクスのリベンジでウィーブルが倒す。ワノ国勢のリベンジマッチで赤鞘とヤマトが倒す。結構どれが来ても熱いよ。荒巻は。ワイが好きなのは CP9 時代のルッチやから今回のは脳幹やで。ここで失踪となるともう島出るわけにはいかなくなったな。これ本格的にキザルとドンパチやるな。ルッチマジかよ。ルッチ。核のやられ顔、なんか間抜けで草。天才ルッチはなんで大失態かましたのに CP0 に昇格したんだ。ボニーが完全に足止め要因になってるな。釈迦はサターン星の命令でセラフィムにやられそうじゃね。五老星まで現れてあっさり出航は無理だろ。ボルサリーノが常に BG してるのか、サターン自体強いのか。五老星って惑星の名前だったのかよ。また少しずつ世界情勢が動いてる。ワクワクしたが次回救済か。強いとわかってるあなたたちとはまともに戦わない、回廊石とか噛みつき睡眠の即死コンボ。これに近いことをスモーカーも実ってと煙束縛でできるはずなんだがクソ雑魚なんだよな。口紅とか噛みつきっていう接近必須なスチューシーよりも巨大実ってと煙束縛を多少距離置いてできるスモーカーの方が簡単そうなのにな。まあ口紅で不意をついたとはいえルッチを貫通してるしまともに戦ってても勝ててそうなあたり強いなこの女。スフィンクスに入ると雰囲気が変わった感じになるな。小田はこの島が変わった時に、ちゃんと雰囲気も描き分ける技術がすごいと思うわ。おっしゃ、また世界情勢変来るか、行方不明で結構経ってるからビビとサボは手遅れ。意見順位同等だったらコマンド通らないの不便すぎんか。下位から上位の上書きはできるのに同等できないって変だからこれミスじゃねえのかん。戦闘丸が意識を飛ばしたのでコマンドは途切れ、ルッチたちに操作権が移った。ここまではわかる。だが同列だと早い者勝ちルールなんだろうか。ルフィ、サンジゾロが強盗してて草。煙で中毒にして気絶させるとかできそうなのにな。スモーカーはいつ出てくるんだろ。五老星が一度命令したらもう誰にも止められない。シーザーの介護官やん。ぶっちゃけ、五老星の中で一番どうでもいいっちゃどうでもいいキャラだなこれ。シーザーはおなら出ちゃって臭くてもガスガスの能力から匂うことにできるけど、スモーカーにはできない。どこまで行っても黙々しちょるだけの能力じゃ。五老星って一人でも活動できるんだな。あいつらいつも一緒にいるから誤解してたわ。いつも同じ部屋で全員一緒で時事会議してるから、単独行動も外出も初めてなんだよな。初めてのお使いだわ。サターンとかめっちゃ強そうな名前だな。五老星の中でもガンジーハゲだけは格を落とすような真似はしないでほしい。見た目からしてもガチガチの武闘派だから最強であってほしい。最後のページのキザル、めっちゃ人のことバカにしてそうな顔してるな。初代鬼徹のハゲは普通に最強の剣士として紹介されても何の違和感もない。なんならミホークレベルに強くても別にいいぞ。ガンジーもお菓子を食べます。スモーカーはルッチの攻撃避けれるのかそもそも。政府に狙われているベガパンクの仲間であり元ロックス海賊のスチューシーがなぜウィーブルの母親を演じてるのかどっかで解説あった。読者向けの字幕で説明してるだけで作中のキャラ何も知らんのに話進むケース多いね。イム様呼んでこないとな。再来週休みかな。言うほどキャンセルしなきゃいけないような指令出すか。同列はダメ設定矛盾しかないから簡単に覆りそうだな。ベガパンクのサテライト外におびき寄せるスチューシーの嘘だったら引っかかったベガパンクがアホになるからないか。そもそもニカがエッグヘッドにいる。消したいベガパンクもエッグヘッドにいる。イムの攻撃で島ごと消し飛ぶのになぜやらないの。コンソレ、だからあのシーンいらんかった。今後違和感しかない。D は神の天敵やから D がいる島に古代兵器は効かないとかそんなんやろ。いつでも撃てるわけじゃない。
見せしめ要素、そういう条件が整わないのでは。ベガパンクの研究がエッグヘッドにあるから消そうにも消せないんでしょ。五老星のハゲを、ゾロが三大鬼鉄で打ち勝つ展開に期待したい。マムがスチューシーを見て気にしてる描写があればよかったな。島ごと消したら研究内容もなくなっちゃうじゃん。そう書いてあったろ。ミミッチーよな。本人はすっぱり諦めるくせに、資料だけはもったいないお化け発動して。しかし今回の話踏まえると荒巻焼けた桃のボロブレスって火力だけなら高いレベルでも通用するんだな。ドラゴンボールの敵って何で宇宙から不意打ちで基盤打って悟空たちごと地球消さないのみたいなこと言うな。スフィンクスサイドの話まで出てきたから、次はどこに場面転換するかわからんなう。割とあの国の方でマムカイの生死の確定とトットランド勢のその後が見たいんだがやっぱその辺は扉絵かね。戦闘丸、ルッチ、カク、ベガパンクの分身たち。こいつらなんで出てきたんだ感強いな。セラフィムですらあんまり出番ないし。五老星の一人の名前わかったってで、って感じよな。引きが弱い。強盗犯ガルフィーと名乗ってるなんて報道する必要ある、あれ絶対イメージダウン狙ってるよな。戦闘丸さんの前世紀は麦わらはそんなやつじゃねえ、です。本格的な戦闘がないからかどのキャラもいまいち存在感なく終わったな。ルッチ、カク、セラフィムですら中途半端感強い。そいつらって所詮造編のジャックポジションだったと思うわ。ルッチ映画といい本編といい出番は多いけど活躍できないのをダッチに好かれてるのかわかんねえな。白茂に助けられた村の子供、憧れて一人称がおでになってんじゃん。大将のインフレひどいね。どちらかというと不意打ちしたのはルッチの方だろ。まあエッグヘッド編はあくまでベガパンクが主役の回ってことだな。白ひげの遺産奪いに来た海兵アーロンの賄賂を受け取ってたやつに似てる気がする。キザルは五老星の護衛か。島の規模的にも像ぐらいの立ち位置じゃねえの。ルフィ悪い意味で全国デビューしてて笑った。久しぶりに思い出してみたけどあの国まだやってる雰囲気でさらに笑った。セラフィムのコマすべていらなすぎてやばいな。スチューシーといいサターンといい気にするには雑魚すぎるし悲しくなるほどつまらない。スチューシーはエロいしルッチを瞬殺してくれたし最高だろ正直テンション上がったわ。戦闘丸を気絶させて命令権乗っ取ったのに今回はダメなのよくわからんな。スチューシーがわざわざ嘘をつく理由もないし。しかしベガパンクセフィラムスチューシー全員船に乗れるスペースあるのか。そろそろバルトロメオたちも出てきそうだな。じいさんたちの誰かがビーナスと思うと笑える。キザルの下がってロニーは感感じたわ。下がってなぁとかっぽいのに。五老星の前でふざけた口調は禁止なんだろ。五老星と戦う場面なんて想像してなかったけどもしあるなら鳥はやはりガンジーなんだろうな。でもどうせ変な技名の応酬なんだぜきっと。前から思ってたけど世界最強の剣士ってどうやってなるの？五老星の中だとガンジーが注文されてるけど個人的にはリンカーンの方が異彩を放ってると思うわ。老人の集まりなのに一人だけ妙に若いし体が良くて胸に傷もある、明らかな武闘派。黒刀まで至った伝説の初代鬼鉄を進化した三大鬼鉄が倒すってのは絶対やりたそうだしな。最後の仲間スチューシーってマジ？スチューシーさらっと波みたいな幻覚作ってるっぽいけど何の意かわからん。しかしマルコがこんな早く再登場するとは思わなかった。これもしかして案外はの国の開国も早くやって桃山と錦も再登場早いんじゃないか。ミホークとは慣れ合いすぎてるし最強の初代鬼鉄を持つガンジーがラスボスはありえるか。シャンクスもミホークもルフィとゾロのラスボスになるには親しすぎる。